どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンダイヤモンド修行の費用とね、獲得ポイントについてね、解説やっていきたいというふうに思います。ということでね、先日ヒルトン成田に9泊ね、宿泊させていただきまして、無事ねダイヤモンドステータスね、獲得することができました。でですね、今ヒルトン東京に来ておりまして、ここからね動画撮影させていただいてるんですけども、今回の動画ではですね、このヒルトンダイヤモンド修行にかかった費用と総獲得ポイントについてね、まとめていきたいなというふうに思います。私が宿泊したのはですね、10月の28日からですね、11月の6日まで滞在したっていった形になります。でですね、費用に関しては私はね HPCJ のね会員ということで、まあそちらのね会員割引価格でね予約させていただいたわけなんですけども、9泊でサービス料税金込みで75,512円っていうね価格で利用することができました。でですね、ここから GoTo トラベルキャンペーンがね入るっていった形になりますんで、ヒルトン成田に関してはですね、ステイナビでクーポン発券っていった形になるわけなんですけども、こちらで 26,429円のね割引が受けられたっていった形になります。ですので合計するとですね、 49,803円でね、ダイヤモンドステータス修行がね完了したっていった形になります。5万円切っておりますからね、かなりお得なのではないのかなというふうに個人的には思います。まあ、私はですね、2019年にマリオットボンボイのねプラチナチャレンジを行っておりますので、だいたい12万円ほどねかかったっていう形になりますんで、まあ、そう考えるとですね、ヒルトンダイヤモンドねステータスマッチを行わなきゃいけないわけなんですけども、かなりねお得に利用できるのではないのかなというふうに思います。またですね、総費用に関しては49,803円ねかかったっていったわけになるわけなんですけども、ちょっと前にですねアメックスの限定キャンペーンで、こちらもね動画にさせていただいたと思うんですけども、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードで決済するとキャッシュバックキャンペーンっていうのはね行われておりましたんで、こちらもね私うまく乗ることができてですね、3万5000円以上利用すると7500円のねキャッシュバックが受けられるっていうキャンペーンをね利用することができましたので、7500円ねキャッシュバックを考慮するとですね、総費用は 42,303円でね、ヒルトンのダイヤモンド修行がね完了したっていった形になりました。またね GoTo トラベルキャンペーンということですんで、ここからですね地域クーポンが1万1000分ねいただけたということで、 42,303円はね支払っているわけなんですけども、実質地域クーポン入れるとですね 31,303円でね利用できたっていった形になっております。まあ実際ね、42,303円払ってるわけなんですけども、この地域クーポンって本当に大きいですね。まあ、実質ではあるんですけども、3万円ちょっとでね利用できたっていった形になりますよね。まあ今回ねゴールド会員でヒルトンにね泊まっているということで、朝食に関してはですね無料でサービス受けられるわけなんですけども、まあ、昼食とね夕食に関してはですね普通にねお金がかかるっていった形になりますんで、この地域クーポンね1万1000ねかなりねありがたかったなっていうふうに思っております。それでは次にポイントに関してですね、ヒルトン成田にですね9泊宿泊して獲得したポイントに関してはですね、こんな感じになっておりまして、合計でね 45,806ポイントっていう風になっておりまして、まあ、こちらの内訳をね項目別で見るとですね、ベースポイントが 15,645ポイント、ゴールドエリートのボーナス 80% ボーナス分が 12,516ポイント、ダブルポイントキャンペーンで 15,645ポイント、ウェルカムボーナスということで2,000ポイントということで、合計するとですね 45,806ポイントをね獲得できたっていった形になっております。でですね、こちら見てね皆さんなんかおかしいなと思いませんか？これね間違ってるんですよね。これね最初もらった時もちょっと多いなと思ってて、でちょっとね忙しくて詳しくね計算することがですねできなかったわけなんですけども、改めましてね計算させていただいた感じだとですね、1ドルに対してベースポイントは10ポイントということで、まあ、今回ね支払い額、総支払い額は 75,512円というふうになっておりまして、これねどう計算しても1ドル10ポイントで7万5000円ちょっとでですね1万5000ポイントももらえるわけないんですよね。ですんで本来ですと
7万5512円の支払いで1万5645ポイントっていう感じになるとですね、まあこれ1ドルに対してね10ポイントもらえるっていう計算になりますんで、これね計算していくとね1ドル50円ぐらいになるんですよねどうやらですけども、ヒルトン成田に関してはですね、この計算上の何かのシステムエラーはですね起こってる気がするんですよね。でですね、もしこの動画ね見られている方でヒルトン成田ね9泊されている方で、まあ、このようなねポイント数になっている方いましたらですね、ぜひねコメントいただけたらなというふうに思います。本来であればですね75,512円で1ドル換算に記載がないので、1ドルねいくらかっていうのはちょっとわからない部分であるんですけども、まあ仮にね1ドル105円もしくは110円で計算したとしてもですね、だいたい1ドル10ポイントで計算すると、まあ、もらえたとしても5,800〜6,000ポイントになるはずなんですよね。ですんでこのベースポイントが今回ね 15,645 ポイントということで、このポイントがねエラー起きてるということで、それに付随しているねゴールドエリータスボーナスの 80%、こちら 12,516 ポイントねついているわけなんですけども、これもおかしいですし、このダブルポイントキャンペーンはベースポイントがそのまま2倍でね算出されているっていった形になりますので、このベースポイントがねおかしいっていうこともありますので、 15,645 ポイントもねおかしいってことになってるんですよね。それ以外のねウェルカムボーナスに関してはこちらはねまあ通常通りだと思うんですけども、まあ、ベースポイント自体がですねおかしい感じになっておりますので、結果ねすごく多くねポイントがもらえてしまったっていった形になってるんですよね。ですので、まあ、先ほども言いましたけども、ヒルトン成田ね9泊、まあ、もしくはヒルトン成田ね、宿泊された方ですね、ちょっと計算してみていただきたいなっていうふうに思うわけなんですよね。おそらくですけども総獲得ポイントで多分2倍いかないぐらいまではねもらえてると思うんですよね。私が計算したところによると大体ね2万5000ポイントぐらいなはずなんですけども、4万5000ポイント近くねもらえてるっていった形になってるんですよね。でですね、これに関してはですね問い合わせするかどうかねすごい考えたんですけども、まあポイントがね今現時点多くもらえておりますので、まあ私自身はですねこれ問い合わせをしてポイント減算されても一向に構わないんですけども、まあ、これからヒルトン成田に宿泊する方、もしくは今ねヒルトン成田にもう宿泊している方でですね、同じようなねポイントがもらえてしまっている方はですね、もしかしたら減算食らってしまうかもしれませんので、とりあえずはですね、まあ、こちら側のねミスではないっていった形になりますんで、とりあえずはねそっとしておきたいなっていうふうに思っております。ということでですね、ヒルトン成田9泊で、まあ、総額ね 42,303円、地域クーポン額をね入れると実質ね 31,303円でねヒルトンダイヤモンド仕様はね達成できたっていった形になります。またですね、今回ヒルトン成田に9泊させていただいて、どのぐらいでねダイヤモンドステータスに切り替わったかっていう話なんですけども、翌日にはですねヒルトンのアプリケーションねダイヤモンドステータスに変わってたっていった形になりますんで、まあ、かなり早いですね。おそらくですけども私はね本当に翌日に切り替わってたわけなので、まあ皆さんねそうなると思うんですけども、だいたいね1日か2日ぐらいでね切り替わるかなと思いますので、こちらね対応が早くてですねありがたいなっていう感じですよね。またですね、今回4万5806ポイントが獲得できたということで、まあ、このポイントねどこかね宿泊できるかなというふうに検索してみたんですけども、ヒルトンシーホーク福岡のですね平日であればですね4万4000ポイントで宿泊ねできるっていった形になりますので、いやこのポイント数はねかなりすごいですよね。私がね調べた感じだと平日はですね結構ねポイント数もまあまあ少なくて、まあ利用金額もねその分価格は安いわけなんですけども、週末はね本当にね見れないぐらいのポイント数になっておりますし、まあ料金もですね今どんどん上がってきてる感じもねありますんで、平日だったらですね無料でね宿泊できるかなっていうふうに思います。またねヒルトンのポイントに関してはですね、だいたい1ポイントね 0.3 円ぐらいのね計算っていうふうになりますかね。まあスペシャルハイシーズンとかですね本当に限られた期間であれば1ポイントね1円で利用することもねできなくはなさそうなんですけども、まあこちらはねスペシャルハイシーズン
限定っていった形になりますんで、まあ、こんな感じでね覚えておいていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンダイヤモンド修行の総費用とポイントをねまとめて、解説ねさせていただきましたけども、こちらねツイッターなどでね聞いたところですね、このポイントに関しては同じようなエラーみたいな感じで同じぐらいのねポイントもらえている方、もしくはねもらえてない方もいらっしゃるようですので、今後ねこの動画見ていただいてヒルトン成田ね宿泊してこういうポイントがもらえるかどうかですね正直ねわからないっていった形になりますし、ヒルトン側がですね対策出してくるかもしれませんので、まあ、この点はね今回紹介したポイントに関してはですね、まあ、参考程度にね覚えておいていただけたらなというふうに思います。なんでねこんな風にもらえたのかは本当にね全然よくわかんないんですけども、まあ、ポイントがね多くもらえた方はですね、まあ、これに関してはねラッキーぐらいでね捉えておいていただけたらなというふうに思うわけなんですけども、まあ、もしねこの動画を見てですねちょっとずるいって思う方ねいらっしゃるかもしれないというふうに思うわけなんですけども、申請すべきってね思う方いらっしゃるかというふうに思うわけなので、もしね私に関してそういうコメントがねこの動画にねたくさんつくようであれば、私はね減算されても一向に構わないっていうふうに思っておりますんで、ちょっとねこれに関してですね異論がある方はですねそちらもねコメントいただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。